小山祐樹は愛知県千田市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。少年時代は中日ドラゴンズのファンで小学校5年生で野球を始めた。津田市立八幡中学校出身で小中学校の先輩には浅尾拓也がいるほか中学の先輩には伊藤厚則、山崎武志がいる。県立オフ高校時代はエースとして2年秋に 愛知県大会優勝を果たしたが、甲子園出場はなし。関東地方の強豪大学からも勧誘されたが、体育の教員免許を取得するために、天理大学へ進学。大学時代は2年次の春に遊撃手へ、コンバートされるが、同年夏に就任した中村良次監督の下で投手とし再起。3年次の春は、抑えとして一部リーグ復帰に貢献。4年時には、 中村監督が招いた山崎慎太郎臨時コーチと東急ホーム改造に取り組み、春季はエースとして4勝をマークし初のベストナインに輝いた。春季はチームは再開ながら5勝をマークし、関東賞を受賞した。阪神大学一部リーグ戦での通算成績は25試合登板し、11勝9敗、防御率1.32、126奪三振。 本格派の右腕として、巨人、阪神、広島など複数球団の注目を集め、2010年のプロ野球ドラフト会議にて、読売ジャイアンツから4位指名を受ける。天理大からは初のドラフト指名選手となった。11月に契約金4500万円、年俸720万円で仮契約し、背番号は94に決まった。 2011年4月30日の横浜ベイスターズ戦で公式戦初登板し、先発として4回を2失点であった。3度目の先発となった同年5月14日の広島戦でも5回を持たずに降板し、翌日に1軍登録を抹消され、残りのシーズンは2軍で過ごし、最終的に登板3試合で、勝敗はつかなかった。2012年春先に、 第2の2軍を経験した後、イースタンリーグで、先発投手として、防御率1点台後半と成長を見せる。先発して、初めて5イニングを投げ切った8月8日の、阪神戦では、勝敗がつかなかったが、8月31日の、横浜戦で7回を3アンダム失点に抑え、通算7度目の先発にして、プロ入り初勝利を挙げた。最終的に10試合で2勝2敗。 防御率1.87という成績を残した。11月に開催されたアジアシリーズでは、初戦のパースヒート戦に先発し、6回途中1失点で勝負はつかなかった。2013年7月14日の中日戦でシーズン初先発し、6回1失点と好投したが、勝ち星は上げられなかった。ローテーションの谷間で5回の先発機会を得て、 全体でも10試合に登板したがこの年は勝ち星は挙げられなかった。ポストシーズンは中継ぎ要因としてベンチ入り。日本シリーズ第3戦では序盤で降板した先発の杉内俊也に代わって登板し3回1、3を無失点に抑えた。2014年6月8日の千葉ロッテマリーンズ戦ではプロ初完投勝利を挙げるなどセパ交流戦で3勝を アゲチームの交流戦優勝に貢献する。そのまま、シーズン最後まで先発ローテーション入りし、自己最多の16試合に登板し6勝をマークした。本拠地、東京ドームでは無敗だった。クライマックスシリーズはチームが3連敗を喫して、後がなくなった第4戦に先発した。東京ドーム無敗の小山への期待が高まるも初回に、一1死1.2塁のピンチで、好調の4番。 マウロゴーメースを三振に打ち取るも続く5番、マット・マートンに3乱本塁打、福留光介にソロ本塁打を浴びて4失点を喫すると2回には1、12塁から西岡剛しに2乱本塁打を浴び、1回、1、3を6失点で越され降板した。そしてそのままチームは、破れ、クライマックスシリーズ敗退となった。小山にとってもこの年唯一の東京ドームでの、黒星となった。 オフの11月7日に、日本プロ野球80周年記念試合の阪神、巨人連合に、阪神の梅野龍太郎と共に追加メンバーとして、選出された。2015年は、わずか7試合しか登板できず2年ぶりの1軍、未勝利で終わった。2016年は、初の先発なしのわずか9試合に止まったが、2軍では抑えにも起用され4セーブを挙げた。同年12月4日、 東北楽天ゴールデンイーグルスの柿、沢孝弘との交換トレードが両球団より発表された。2017年4月1日のオリックスバファローズ戦で1回2失点、4月5日の福岡ソフトバンクホークス戦では2回5失点、4月26日のロッテ戦では2、3回を投げ1失点など、リリーフとして失点を重ねて5月15日に登録ましょう。 5月21日に一軍登録され、2試合を投げ、無失点も6月2日に登録抹消され、シーズンを終えた。2018年は一軍登板がなく、10月1日に球団から戦力外通告を受けた。同月17日をもって現役引退を決断し、19日に任意引退公示された。2019年からは、古巣巨人の球団職員になることを、 SNS で公表した。ファン事業部に配属され、イベントの企画、運営や、選手のファンサービスの手伝いなどを担当している。187センチメートルの長身からオーバースローで投げ下ろす、最速時速150キロメートルのストレートを軸とし、カーブで緩急をつけ、フォークを決め玉とする。フォークは、カウントを取るスプリット系と握りが深い決め玉になる、フォークと2種類を投げ分ける。 2013年のオフにはカットボールを習得し、春季キャンプでは同年に FA 移籍してきた大竹博からシュートを伝授された。2016年の秋季キャンプでは新たにチェンジアップも挑戦した。スパイクには人に感謝する気持ちを忘れないようにと、右足には父、左足には母の名前から一文字ずつ取った漢字が刺繍されている。二千十七年十二月に 東京都出身の一般女性にプロポーズを行い、2018年1月に結婚している。ありがとうございます。